確実にこっちの配管ですね、ちょっと短くて接続届かないんですよね。はい、なので先にここですね、溶接しておいたっていうような感じです。で、まあ、今回ですね、エアコン、まあ、室外機のこれが、接続する室外機の左の前の、あの足の爪ですよね、爪の位置が来るので、大体まあこの配管の曲げる位置でいうと、ちょっと内側ぐらいなんで、まあ、この影のラインぐらいかな、影、ああ、もうちょい後ろかな、まあ、この辺り、この辺りでこうぐーっと曲げるようになるので、まあ、そこの位置ですよね、曲げる位置っていうのはちょっと外した位置で溶接するようにしました。どうしてもやっぱ、溶接してるところで、あんまり今は曲げたくないっすよね。はい。なので、極力、まあ、荷がかからないっていうか、そうですね、そういう位置をなんか自分でイメージして、だいたいそうですね、まっすぐな位置で焼けるように。で、なおかつ、溶接したところの、この、まっすぐの部分で曲げれるような位置をイメージして焼いたっていうような感じですね。3分はギリ届いたかな。なんでやっぱそうですね、やっぱ 新設の場合はやはり先にやっぱ十分な室外機に届く長さ、はい、まあ、長すぎてもちょっとまあ配管もったいないんですけど、まあ、同じように溶接するぐらいだったらやっぱ1本でいきたいですよね。まあ、十分の長さはやっぱまあ最初にですね、ちょっとまあケチってはい、ケチるとこういうことになります。ね、エキスパンで、まあ、広げてあげて、でこれまあ溶接するときはもう必ずなんですけど、自分が焼きやすい方、流しやすい方を広げます。はい。なので今回の場合は、これを若干ちょっと上に、持ち上げて、っていうかもうこう、どうですか、ロー、まあ、逆さ付けっていうのがもう一番最悪なので、絶対そうならないように、はい。なのでこっちを受けるようにすると、上から刺すだけですよね。刺して、まあ、こっちに流すっていうような感じなので。まあ、状況状況で自分が、ローを流しやすい方っていうのを、プラス焼きやすい位置っていうのを確認して広げるっていうような感じ。まあ、こんなね、こんなもんでも広いスペースがあるようなとこだったら、まあ、どっちを広げても全然まあ問題はないんですけど、焼くときはもうとにかくそこですよね。はい、自分が作業しやすい位置で焼くっていうのと、まあ、流しやすい位置ですよね。はい、ローを流しやすい。考えて、で、まあ、若干でもいいのでちょっとまあ斜め上っていうか、そうなやっておくと、まあまあ、真横で水平でもこうつなげるっていうよりは、若干やっぱこの受けの方を広げた方をちょっとでも斜め上とか斜め、うん、ちょっと上向きにしてる方が、まあ、やりやすいと思うんで、まあうん、そうですね、しておくとやりやすいですね。で、まあ、ここですね。まあ、ちょっとまあ、こっちの配管長いんですけど、まあ、ここでやっぱ大事なのは、このやっぱ差し込むところに、荷がかからないような形を作っておく、こっちでですね。こちらの今差した方の配管、この形結構大事で、どうしてもこれですね、突っ張るような形で、こっちの差し込んだところ、このジョイントしてるところに、なんか荷がかかってるような形を作ってしまうと、どうしてもやっぱ焼いた時に、どうしても胴が柔らかくなって開いていくんですよね。
で、どんどんなんぼでも炉が流れていくっていうような感じになるのと、まあ、ここ、まあ、5部とかだったらそこまで泣いてないんですけど、これ細くなればなるほどですね、3部とか2部とかになれば、あのどうしても熱で広がっていってっていうふうになるので、とにかくあのこんな感じですね、刺した側の方の形をうまく作って、このジョイントのところに荷がかからない形、はい、手をまあ離してますね、まあ、荷がかかってないなっていうような形を作って、焼いてあげると、はい、綺麗に焼けます。ね、まあ、手を離した状態でも全然ここ突っ張ってないっていうような感じですよね。はい、この形にしておくと、この穴が広がらないっていうか、熱でですね、広がっていかないっていうような感じがあるので、しっかりここで形を作るっていうのが大事ですね。はい、でも3部もまあ同様にですね、でここで刺したところもしっかりですね、手離しても荷がかかってないっていうような感じで、あと焼くときは、まあ、近くで焼くとき、こんな感じでまあ一緒に焼くときとか、この上で焼いたとき、足場があった時に焼いた時もそうなんですけど、溶接の時は僕はもう一気にですね、一個焼いてまた次段取りするっていうのは結構めんどくさいので、先にこんな感じで焼くところですね、このエキスパンで広げて差し込んで、エキスパンで広げて差し込んでっていうような感じ。ここまで焼くところを全部準備してから、はい。で、あとまあ荷がかからない形ですよね、ここに。そこまで全部準備してから一気に焼くっていうような形でいくと、まあまあ、個人的にはもう一番これが効率がいいのかなと思います。でまあ、あの炙るときはもうとにかくもう周りですよね、焼けないように、はい、まあ、しっかりですね熱してあげて、でもしまあこのタイプの、溶接機っていうかこのトーチですねを使う場合はこれですね、これべったりこの